吉田スリーベースヒット、メジャー初ホームランスレで釣れなくなったからって工夫するのやめろ、マジで草。ホームランの次はスリーベースで釣るのか、ガチやぞ。カスティーヨからとか地味にすごいな。カスティーヨからアツとかやるやん。ちなみに NPB 時代の三塁打は7年間で7本、年1ペース、ガチやん。てかボストン急にめっちゃつやん、なんやこのチーム。ホームランてよ、華麗なシャカシャカ走り、サイクルヒットまでヤンシャーの守備が、センターオーバーのフェンジキですごいけど向こうのセンターもおかしいやろ。センター完全に緩めてるやろこれ、なめてんのか。サイクルある、彼は俊足強肩だからね。メジャーってよ、出るようなスリーベース、クッション処理下手なん。フェンスの高さ、形状がおかしい球場多すぎんねん。 MLB の外野がクッション処理下手というか独特な形の球場多くて、ホーム以外の球場だとクッション処理難しくなるんやろな多分。真面目に追いかけて中継ちゃんとしてりゃアウトちゃうんこれ。ご視聴ありがとうございました。